江戸時代、そして明治時代の半ばまでうなぎ道という道がありました。利根川で採れたうなぎや鮭、そして米を馬に乗せ江戸に運ぶ道でした。利根川七里川、私の近くに伏せかしがありました。そこをスタートして塚神社を通り、松ヶ崎の一本杉を通り抜け、柏市高田で一休みをして、うなぎに水を与え、豊敷、諏訪神社を通り、流山の神村柏まで 15km、約4時間のコースでした。そして、流山か村かしからは江戸川で江戸へ送りました。ここはうなぎ道の中間地帯です。大堀川の散歩道が続いています。西光院という寺があり、ここで毎年8月16日に三引き獅子舞という伝統行事が行われています。